Hey, what's up? キャプテントラ情報です。今回は初心者必見、ゲームの進行を快適にする設定9選というテーマでお送りします。これだけで世界が変わる。特にこのゲームを始めて間もない初心者の方におすすめしたい。というのも、初期設定がなんかやりづらいなーっていうので、ゲーム自体のモチベが上がらずやめてしまうって人もいたりして、それって設定見直せば遊びやすくなって、世界が変わるからぜひ設定に悩んでる人とか、なんかゲームやりづらいと感じたら、ぜひこの動画を参考にしてくれー。ということで、ゲームの進行を快適にする設定9選1つ目、カットシーンスキップ設定。これは一度見たムービーなどを自動でカットしてくれるもので、レベリングとかデイリーコンテンツを回してる人は何度も同じ ID に当たることもあって、都度ムービー入った時にちょっと待ってからスキップするっていうのが地味にストレスやから、これにチェックを入れておくと快適になります。逆に他のパーティーメンバーがムービーを見てるなーっていう場合は、その人が初見であるということも判断できると。続いてカメラのレガシー設定。これももしかしたら今は改善されてるかもしれないけど、数年前までは初期設定がスタンダード設定になってて、移動方法がダイレクトにできないっていうか、後ろに走れない。なんで意地でも後ろ向かないのこの人。ママ、この人後ろ振り向かないよってなって、敵の攻撃とか避けたい時に逃げ遅れるっていう原因にもなるから、この設定マジで Web14 に向いてないんで、もしこの設定がスタンダードになっていたら今すぐキャンセルしてレガシー設定に変更しましょう。レガシー設定にすると後ろにも振り向いてこう走ってくれるから安心して遊ぶことができます。ちなみにカメラの補正を固定するっていうのにもチェック入れておくと、キャラが動いた時にカメラがブレなくなってより客観視しやすくなるから、こちらもおすすめ。続いてクエスト対象周辺非表示。こちらは黄金から追加された設定で、クエスト対象の NPC に話しかけようと近づいた時に周辺にいる他のプレイヤーたちを非表示にできるというもの。これは主に最新のアップデートが入った直後とかに多くのプレイヤーが同じ進行度で進めてる時に一気にこう人が集まるから、そういう時に活動するとグッド。多分今新規で始めてる人は NPC と話す時に他のプレイヤーが邪魔になることはほとんどないと思うんやけど、場所によっては人多い時っていうのもあるんで、少しでもストレスなく話しかけたいならこの設定もおすすめ。続いてエフェクト全開オフ。今回はゲームの進行に関するもので戦闘系はあんまり省くつもりだったんやけど、これだけはやっぱり見逃せないということで紹介。というのもこのゲーム、ジョブのアクションが派手でしっかり作り込まれていて、見てるだけでも楽しめるっていうものになってます。だがしかしこれが戦闘中邪魔になってしまうってことがあって、それがパーティー戦。4人ならまだマシやけど、8人以上のパーティーになると味方の攻撃アクションのエフェクトが重なりすぎて、もう何も見えねえっていうね、もうなんかバシャ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 ってなって、もう花火が上がるみたいな感じになると、人によっては慣れてくれば別に問題ないかもしれないんやけど、自分は周りをよく見たりボスの動きを見るためにこのエフェクトを抑えてます。なので虎次郎流のおすすめ設定になりますが、自分のエフェクトは全て表示、パーティーは簡易表示、担任はオフっていう感じにやってて、なんだかんだ言っても自分のジョブのアクションは見て楽しみたいから自分のだけは全て表示。例式とか高難易度に挑む人にありがちなのは、自分のですら邪魔になるっていうので全てオフにしてる人もいるくらいです。でパーティーの設定っていうのは同じパーティーにいる人のもので、これはさすがに簡易表示。簡易表示っていうのは基本のアクションはオフで重要なものだけを表示。分かりやすいのだとヒーラーの陣とかバリア、これ効果の範囲内にいないと意味がないから、簡易表示ならこの手のだけ見て中に入って恩恵を受けるようにします。これがオフだとどこにあるか分からず、せっかくヒーラーが置いてくれたものに入れなくて、あなただけなぜそこにいるのという視線が飛んでくる。で他人の項目はパーティーを組んでいない人やアライアンスの時の別のパーティーなど、特にアライアンスは人が多いから、ここで全て表示をしているともはやボスの姿が見えないレベルになって状況把握しづらくなるから、こちらは非表示がおすすめ。続いてアイテム所持品展開ということで、ほんとね地味な設定で好みの問題レベルなんやけど、所持品を開いた時の見開きするページ数っていうのを調整できて、もうつい最近までは標準を使ってたんですけど、なんかページを送る時の連打がめんどくせえなーっていうので展開にしたところ、見開いた状態になって連打の数が減って楽になりました。シンプルに快適になるんでこれ結構おすすめで、全展開っていうのもあるんだけど、これはこれで見にくいっていうので自分は間の展開にしました。続いてアイテム入手時最後尾。こちらも一緒に設定しておくとよくて、特に冒険初心者の方はアイテムを入手した、〇〇をもらったって言っても名前覚えられないし、所持品のどこに入ったのかもわからない。そんなことにいっぱいあると思うし、てかね自分も未だにあるっていうので、これを設定しておくと新たにアイテムを入手したら自動的に最後尾にセットされるから、何をどれだけもらったかっていうのが状況が把握しやすくなるんで、これは冒険序盤とかだとぶっちゃけ必須レベルの快適さかもしれません。あとはもらってすぐに捨てたい時とかも便利。続いてネームプレートのイニシャル表示。街中とか歩く時に他のプレイヤーのキャラ名とか見えるんやけど、都市部に行くと人が多くてネームプレートがいっぱい表示されて見にくい。こんな状況あるよね。自分はね、他人の名前にさほど興味がないっていうのと、できるだけ街中の景観を大事にしたいというか、これはねもう京都出身のせいなのかちょっとわからないんやけど、マジでなるべく景観を大事にしたい。なので他人の名前をイニシャル化して省略してます。ただこれは自分は生配信とかも兼ねてるから常時これにしているんやけど、どっちもイニシャルやとさすがに誰が誰とかわからなくなるから、おすすめは姓のみイニシャルで名前は表示。自分なら例えば虎次郎キャプテンっていう名前やから虎次郎だけが表示されて、その人を呼びやすい名前がね表示されることが多いから、フレンドや FC メンバーなど含めこれならちょうどいい塩梅で快適。続いて称号オフ。こちらもネームプレート同様に人が多いところやと称号によってはめちゃくちゃ長いものがあってかなり見づらくなるから、自分はオフにしてます。ただ称号に関するコミュニケーションは取れなくなるっていうデメリットがあって、例えばフレンドが絶をクリアして、レジェンド的な称号を取ってそれをつけていたとしても気づくことはありません。仮に別のフレンドがアルファレジェンドになってる、クリアしたんだおめでとうみたいな発言してて、あ、そうなのねおめでとうって初めて気づけるから、そういったコミュニケーションは取りづらくなります。といっても称号で盛り上がるってことはそんなにないんで、他人の称号なんて別に気にならねえって人はこれをオフにしておくと快適に遊べます。最後にログフィルター制限ということで、こちらもね街中などで活動するときにもおすすめなんですけども、いろんな状況で使えるんですけど、よくあるのが〇〇が〇〇を制作したみたいなクラフト関係の表示。あれがあるとどんどんログが流れていって後から確認したいものが大変だよってことは自分はあります。これを快適にするためにログフィルターで表示させるものを絞るとグッド。まずチャットログは4つまでセットできて、各タブごとにどういったものを表示さすかを選べば自分好みで場面に応じて使い分けることができると。で、今回はひとまず自分のおすすめを紹介するんやけど、ジェネラル、バトル、イベント、FC とタブにそれぞれ名前を付けています。で、タブの名称は画面上のこのタブのところにカーソルを持っていって、マウスの人は右クリック、コントローラーの場合は同じ場所で四角ボタンを押せば解明できます。で、ジェネラルは基本使うもので、戦闘以外はこれをメインに使ってます。で、チャット系は全部見れるようにしていて、アナウンスを必要最低限のものにしていると。で、あとはさっきも言った通り他人のクラウド制作の結果をオフにしたりなど、逆に戦闘に関するものは一切非表示にしてます。これでログを後から見返しやすくなるというわけで、バトルに関するものはバトルに関するものだけを極力表示しているってことで、チャットもパーティーとアライアンスだけ見れるようにしてて、余計な情報は残さないようにしています。で、バトル関連は自分の場合はパーティー欄とかバフデバフ欄とか見て、そういったもので極力判断してるからログは何も出ないようにしています。で、もしかしたら初期設定だと全部オンになっててもうログが大量に流れていくってこともあるから、これは必要な情報だけに絞ると見やすいかもしれません。で、自分はね蘇生マクロとかタンクのスイッチタイミングとかマクロでパーティーチャットでねこうお知らせするって人もいるから、それの確認用としてかなり情報を絞ってパーティーチャットだけを見れるようにしてます。あとおまけに NPC の会話をオンにしてるんやけど、これねかなり使用目的は限られるんやけど、絶バハムートみたいなコンテンツで敵が喋るセリフで次のギミックを判断するって状況があったんで、それで見えるようにしとくと快適になるってことがありました。続いてイベント。イベントはユーザーイベントとか自分なら生配信とかで関係者のチャットのみに絞りたいとか、余計な情報を消すために設定してます。で、最後に FC っていうのは FC 関連の情報だけ見るようにして、後からチャットログで状況を確認しやすいようにするっていう、マスターならではの設定かもしれません。はい、ってな感じでゲームの進行を快適にする設定を紹介させていただきました。他にもねまだまだあると思うんで、こんな設定もおすすめだよって方おられましたらぜひコメントでシェアしていきましょう。ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。よーそろー。